ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。今回は稲妻イレブン3の中古ロムをね5本買ってきたんで、それを開封していきたいと思います。稲妻イレブン3世界への挑戦スパーク。はい、ということで1本目はイナエル3のスパークです。ってことで続きからね見ていこうか。まあまあ続きからねちゃんとクリアしてればいいです。まずははい見ていこう。ドン。おおおおな、ナオタカ、ナオタカ多い。プレイ時間120時間まあぼちぼちやってますね。でクリア済みと。いいね。でも戦闘の4人、2人目めちゃくちゃかっこよそうなんだけど気になる。ライモン X いいね、名前いいね、ライモン X。 ってことで、おあれか、ライモンの宿舎か。まあここで終わってると。でこれ2人目誰だ。アレク、名前めちゃくちゃかっこいいじゃん、アレク。で遠藤くんが4番目と、お前は一番下ということでもう一番後ろに下げられてんじゃん。アレクハウゼめちゃくちゃかっこいいんだけど、どれだけ混乱した状態でもいつも合理的な行動をとる、素晴らしいね。うん、なんかあのチームの司令塔とかやってそうだなこいつ。ハウゼン節約持ってんだね。でストーンプリズンとスニーキングレイド。スニーキングレイドって結構あれ珍しい必殺技じゃなかったっけ。ディフェンダーなんだね。でスキットと、この辺もあーほうほうほう見たことないね。スキットウースキットウーおーツナイブーストみんないけいけ、ボルケーノカット、なんか津波っぽいな。うん、ノリノリ男ということで。あたけし、マジこれ2のたけしってことはダークエンペラーズのたけしじゃないのこれ。うーわ割と誰だお前、ジョニー G 誰だお前、ジョニーガスコイン、名前かわいそすぎるでしょ。ガスコイン、パンクファッション大好きだけど実は気が弱い、なんか見た目だけゴリゴリだけど実はなんかちょっとビビるみたいな、そういう感じ。悪くないね、人気一番人間味があるわ。エドガーバルチナスとか、お中田秀いいんじゃん、中田秀いるじゃん。で染岡ノブダークエンペラーズで、ダークエンペラーズゼマル、ほうほうほう、割とあれだね2と連動したチームだね。ロココいるじゃん、あれだよ子供ロココ、子供ロココいなかったら俺マウント取るよすぐ。えお前子供ロココいないのダッサってすぐ言うよ。俺子供ロココマウントすぐ取るから。わこのハンダめちゃくちゃかっこいいよな、ダークエンペラーズの闇落ちしてたハンダの方がかっこいい。多分これ本人に言ったら泣いちゃうだろうね、多分もう学校来なくなっちゃう。あチームガルシルド、ガルシルドによって改造された、ガルシチームガルシルドのやつらってあれ改造されてんの。いやドクターゲロやん、実質18号と17号じゃんこいつら。お人造人間じゃねえかよ。出たマーククルーガー、グランフェンリル大好きおじさんなんで、私自称グランフェンリル大好きおじさん代表なんで、マジでグランフェンリルは大好き。で最後デスタと、スパークでデスタ持ってんの、スパークでデスタ持ってるマジっすか。なんか繊維いないのにスパークでデスタ持ってるマジっすか。まあとりあえず必殺技とか見ていこうってね。イナイラ3であまり改造とかは見ないけど、まあまあまあとりあえずな。おおおイケメン、イケメンアップ、イケイケイカ様。確かなんかイナイレさ、イナイレ3ってなんか渾身とかクリティカルとかそういうの結構流行ってたような気がするわ。俺イナイレ3ね一度も、私イナイレ3はガチったことないので何が強いかとか分かんないんだよね。でもゴッドキャッチ G5 まで上げてるね。稲妻イレブンのゲームで一番好きなの稲妻イレブン3だけど一度もガチったことないっていう。まあ装備見ていこうぜ。おみんな稲妻 J スパイク、稲妻ジャパンスパイクは実質素足だからなお前ら、覚えとけ、稲妻ジャパンスパイクは実質素足だから。おライモ X エンブレムかっけえな、これチーム遠藤とかその辺のあれだねエンブレムっぽいね。で西尾と友達はいたんだな、いいな、に通信できるアドホック通信できるやついていいな。すげえコマンドバトルの勝率あれだわ 53% だわ、すごいな、 50% 割ってないってすごいな。ってことで1本目のソフトはこんな感じでした。いやアレクサンダーゴルウィンかっこいいな、アレクサンダーかっこいいな、ハウゼンこいつ気に入ったわ。ってことで2本目いきましょう。はっ何エラーじゃと、2本目がなかなかつかない、2本目のソフトがなかなかつかないしエラー白紙、これはちょっと怖いぞ。来た、おい来た、稲妻イレブン3世界への挑戦スパーク。
はい、ということで2本目もイナズマイレブンスリースパークです。いやね、これあれ読み込むまでにかなり時間かかったよ。1回エラー吐くし、何回刺しても読み込まれないし、いやーこれちょっと期待しちゃうよ。これでもしあれクリアとかしてなかったらさすがに怒るよ。見ていこう。ドン。はあ、稲妻イレブン3世界への挑戦ボンバー。はい、ということで稲妻イレブン3ボンバーです。3本目は稲妻イレブン3ボンバーです。はい、でまぁ、今回続きからあるんでね、まずは一話し、まぁ、クリアしてるかどうかだけね、まず見ていきましょう。ドン。はい、でもさ、あれじゃん、名前からしてあれじゃん、完全にもうあのジオウが買って欲しかったけど、ボンバーしか買ってもらえなくて、ジオウがちょっと高くて安いスパークとボンバーしか買ってもらえなくて、もう名前にオーガってつけた人じゃんこれ完全に。うん、あれでも、あれちょっと待って、チーム16でクリアしてないでさ、あれ連動できたっけ。あれ、じゃあ見に行こうか。あー、え、これ連動、なるほど、連動できてすぐか。ここへ確か連動できるんだよってことを教えてもらってからできるようになるんだよな、確か。ほう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 。いや、お前なんで連動してすぐやめるんだよ。響き。ええ、マジ、いない、お前のいないれ3を、いないれ2、お前のいないれ2を俺に見せてくれ。お前いないれ2どんだけやり込んだんだよ。響きいるってことはあれよ、ヒデ中田仲間にしてエンド守るレベル60以上よ。え、マジ、お前のいないれ3よりいないれ2が見たいんだけど、くんね、お前のいないれ2くんね。なあ、えげつくね、ちょっと待って、メンツえげつくね。三章って言ったら、虎丸の行き先は虎の矢行ってみましょう。これデザートライモン戦の前ぐらいじゃない。それでゴールキーパー響き、半端なくない。クソ強えじゃねえか。負ける気せんよ、フットボールフロンティア世界大会。いやいやいや、これこれずるいだろ。こんなん風丸あれやん、虎丸いなくたって勝てんじゃん、強援寺正人、吹雪しろ。わあ、ずる、ワザップですかこれは、ワザップデータですかこれは。こいつはずるいですよ。うおー、あ、いっぱいいる、いっぱいいるよ。えぇ、カノン、マジもらいすぎじゃない、うつビルダー、いやマジ、もうさ、ずるいじゃん。もうアメリカ代表一体一ノ瀬だっているし、あれ、これアメリカ代表戦で一ノ瀬出してさ、あれ、俺がお前でお前が俺状態作ろう。あれ、一ノ瀬どっちが本物だってどう思う。あれ、一ノ瀬、一ノ瀬どっちだい、君どっちだい。 ディーン藤岡、ディーランも言うよ多分。いやもうずるい、これは虎丸いるしちゃんと、虎丸外してまでマサトと吹雪入れてるし、もうあれだな、ずるいな、これはこれはずるいです。普通にこれ技もちょっと見ていこうぜ。秘伝書とかもらってたらもっと解約よ、さすがにもらって。あ、ゴッタンド、ゴッタンド、この辺はもらえるか。ほう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 、まあまあぼちぼちって感じか。装備は、装備とかも、まあ装備もぼちぼちですね。汗と涙の青春が詰まったスパイク、なんかやだな、あれじゃん、俺の靴舐めろっつって泣きながら舐めて、汗と涙ってそういうこと。いやー、そういう裏設定ありますか、稲妻イレブン。いや、最低や、最悪だな、俺が最悪だな。ってことで3本目のボンバーはなかなか面白いデータでした、ありがとうございます。では4本目いきましょう。はっはっ、フリーズしたんですけど DS が。4本目入れた途端 DS がフリーズしました。悪魔のデータ入ってるな、これは期待できるな。稲妻イレブン3世界への挑戦ボンバー。はい、ということで4本目は稲入れ3のボンバーです。いやさ、これ入れた途端 DS がフリーズしたのよ。何が DS がボンバーってことか、この稲入れ3のボンバーは。あなたの DS ボンバーしますよって、そういうことですか。おー、やかましいわ、それやっていこうぜ。おー、小歌、もう何とも言えんわ、ほんわかしながら見よう。おー、誰や、二宮、おい、嵐か、嵐の二宮さんかこれ。おい、でも顔が、顔が天と地の差があるぞ。
もう陽の陽あれだな、陰の陰の二宮だな。陽の二宮が嵐だとして、こっちは陰の二宮だな。ってことで、まあ見ていこうか早速仲間。おお、まあ、なんでここ一人開けるの流行りなの、ここ一人開けとくのなんか最近の流行り、やっぱ最近の JK やってるこれ、隣空いてますよみたいな、やらしいなおい。まあ二宮は勉強熱心で学校行くときも常に本を読んでる。なんか二宮金次なんか見た目に反するな、もっとオラオラ系かと思ったけど。続いて必殺技秘伝書、おぼちぼち持ってんじゃん。ジャッジスルー2いいね。で、お渾身薬病神とかアイスブロックセーフティープロテクト持ってる、まあ、悪くないね。スキルいいね、イケメンアップオフェンスプラス渾身薬病神は悪くないんじゃないか。はっ、ゴーエンジの次に得点してんの小暮って、なにエースストライカー小暮、マジエースストライカー小暮なのこのチーム。はイナズマイレブン3世界への挑戦ジオーガ。はい、ということでラスト5本目はイナズマイレブン3ジオーガですね。やっぱラストと言ったらオーガ、オーガと言ったらラスト、そういうところありますからね。うん、ないとは言わせない。ということで続きから見ていこうと。ハルヒ、おお戦闘がもうチューパじゃん。お、また宿舎だ。これはあれ、リトルギガント戦倒したらすぐここに来るのかな、そんなことない。まあ いや見ていこう。まあチームレベル45とで、エンド、まあぼちぼちかレベル的には。で仲間が87、ロゴ5ウルパいいんじゃん、レベル5ロゴ5いいんじゃん。え、まさかお前レベル5ってことは子供ロゴ5持ってない、まさか。はマジで子供ロゴ5持ってないじゃん、俺に話しかけないでください。で佐久間くんも入ってると、ほうほうほう、おおいいね、ユニコーンブラストとドラゴングランド、もう技構成好きだわ。ペガサスショット津波属性一致だっけ、ペガサスショットって数だっけ。またジョニー G いいんじゃん、染岡からのジョニー G はもうなんか悪意を感じるわハゲてるみたいな、お前らハゲてるでしょみたいな。でも染岡薬病神とノーエスケープ持ってるね、ちょっと育ててたのかな割と。で、わあの仲間にした選手がさ、モブが多い、割とモブが多い、誰かわからないほとんど。もう暗黒寺は知ってるよ、いっちゃん最初に仲間にするやつな、暗黒寺は知ってるよ。マイマイ、コウノミア、サムカワ、いや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 、コウノカワサムカワは俺もまあ仲間にしてたからわかるけど、他わからんぞマジで。ラー油、ラー油もかろうじて知ってる。でジン、影のジンちょっとわかんねえけど知らんかな。もうラクダも最初の方かなり序盤に仲間にする。セイリュウ、四天王、ジュニア四天王出た。セイリュウはさすがに知ってますよ、セイリュウさんな、さすがに知ってますよ。では必殺技見ていこうかな。ドドンとドン、お、ブロックサーカスとスネークショット、イケイケイケメンアップだけと残ってるのは、なるほど、まあちゃんとやってると、改造はしてないと。で装備、漆黒ってこれダーク、あ新帝国のあれスパイクか、っていうことは連動したのか。新帝国は普通には手に入んないかな、対戦ルートでワンチャン手に入るぐらいか。全然こっちのスパイクの方がいいし、まあスピード6のスパイクか。お、マーク、マーク仲間にしてあげて、もうグランフェンリル大好きおじさん代表の僕としては、ちょっとやっぱマークは仲間にしてほしいね。グランフェンリル素で持ってる確か唯一のやつだった気がするから。で、得点王ゴーエンジ、出場回数トップゴーエンジ、いやすごいね、もう2冠だねゴーエンジ、トップ得点ランキングと出場ランキング、いいね、やっぱゴーエンジさんと。ってことでイナズマイレブン3ジオーガのデータこんな感じでした。まあ最後5本目ということでね、まあ割となんか普通、一番普通、まあね普通が一番、当たり前が一番って言うからね、うん、当たり前を当たり前だと思わずに僕もこれからね生活していきたいと、当たり前を、この当たり前の生活に感謝しつつ、まあこれからイナズマイレブン実況をやっていきたいと思います。やっぱその当たり前をまあ再確認できる、まあこのイナズマイレブン3はやはり神ゲーだと僕は思うので、皆さんぜひご購入ください。もしかしたら確か中古で安ければ1円で売ってたと思います、送料の方が高かったと思います。はい、よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。面白いと思ったらチャンネル登録高評価、面白くないと思ったら低評価お願いいたします。バイバイ。